原イラクにある、ウルナンムチ聖火に建てられたと言われる、ウルのジックラト。ジックラト遺跡の中では最も保存状態が良い。現在は2層が残り高さは20メートルだが、かつては3層であったとも言われる。決心ランナーを祀る神殿が、頂き座に置かれた。ウル第三王朝は、紀元前22世紀から、紀元前21世紀にかけて、メソポタミアを支配した王朝。 ウルの軍事司令官であったウルナンムが自立して、全22世紀末に、ウル第3王朝が建てられた。建国者のウルナンムは、神殿の建築や、運河の建設などを行うとともに、ウルナンム法典と称される法典を定めた。この法典は、後にコバビルニア王国でまとめられる、ハンムラビ法典に影響を与えたと考えられる。第2代ルギの時代までに、行政機構が確立し、 王権の深格化,化も進んでいった。しかし、間もなくこの王朝は、アムル人やエラム人の侵入に苦慮することとなった。シュルギ王やのの主神王は、彼らの侵入を防ぐために防壁を設けた。紀元前2004年、主神の息子である、イビシン王の時代に、エラムが侵攻するとウルは陥落。エラム人によって王は遥か東方へ連行され、これをもって、ウル第三王朝は滅亡した。 都市国家バビロンはアムル人の影響下に置かれ、紀元前1830年にバビロン第一王朝が誕生し、紀元前18世紀に第六代の王ハンムラビがメソポタミアを再び統一した。一方、アッシュールは紀元前1813年にアムル人のシャムシ、アダド一世がコアッシリア王国のエリシム二世を破って神王に即位したが、筆体との対等に押された。 中アッシリア王国の時代には、当初は、フルリ人のミタンに王国勢力圏下に置かれたが、アッシュール・ウバリと一世の知性に、ミタンに王国の影響下を脱すると、バビロニアを征服して古代オリエントの一大勢力となった。ウルナンムシュルギアマルシン主史にイビシン。ありがとうございます。